ならないですね、これね。白水槽にしてね、白水槽というか床をね、白にして、まあ、2週間ぐらい経ったんですけど、2週間、まあ、ならないですね。もしかしたら黒の方が映えるんかもしれないですね。これやっぱりこの個体は金、あの下が黒ですね。空風呂もね、あの色がはっきりしました。ちょっと傷だらけですけどね。傷はなめへん、あ、こっちはなめへんねんけど、このアロワナにやられてるみたいですね。今回はあのよく皆さんが使ってる蓋に使ってるやつあるでしょう。これね、これの黒っぽいのがあったんで、白いのはこっちですわ。よく皆さんが使ってるね、はい、硬いやつ、プラダンボールの硬いやつ、これの黒っぽいのがありました。これが一番いいわ。あの水、ここにね、水が入るんで、隙間に沈むんですよ、ちゃんと。こっちはね、何も引いてません。見てくださいよ、白にしようと思ってたけど、アロワナを。やっぱりこの色は金の方が綺麗ですね。すごいですね、白に反応せんかったけど、やっぱり黒っぽいのにはかなり反応しました。色がはっきりします。ゴールドですね。わかるかな、これプラダンボール。いいですよ、これたったこんだけですからね。皆さんもおすすめです。もうちょっと綺麗に、ね、したらいいんですけど、余った材料であったんで、はい、まあ、汚れたらまたね、洗ったりしまいなんで、寝起きです。皆さんすいません、今起きたところです。ちょっとね、5列目っていうのかな、がちょっとね、薄くなんか色があるんで、上がってくるのかなと。ヒロさんにもらったね、アロワナです。もうほぼタダです。ほぼタダでいただきました。90センチ水筒なんで800ぐらい入れました。800グラムぐらいね。これでちょっと様子見て、 L バージョンいらんのかな。ちょっとね、おぐされというか、これやられたやつがね、痛々しいんで、これでね、ちょっと様子見たいと思います。まあ何でも塩やっていうね、聞くからね、お母さんも言ってました、まあ、大体塩入れたらいいよって言って。はい、これでね、綺麗にね、治ってくれたらいいんですけどね。これプラスレッドテールとタライロンとスッポン2匹と、プレコ2匹と、そんだけもらって1万円しか払ってないですから。ほぼタダです。しかも静岡から持ってきていただいてね。やっぱりね、金がはっきりしましたね、こっちの。ほんまに綺麗です。無理にしたらあかんね、白い。
はしませんので単独買いで綺麗になってます。単独飼育です。あらわなはね、皆さん、公園の皆様、失礼しました。水槽10個ぐらい増やしてください